私は子供が嫌いです。子供は幼稚で礼儀知らずで自分嫌で前向きな姿勢とないものねだり、心がでは何とり出来心で生きている。甘やかすとつけ上がり、ほったらかすとワンネス、おじゅんだ、入れ歯だ、カツラだとはっきり口に出してどう生やし立てる無神経さ。私ははっきり言って絶壁です、絶壁です、絶壁です。努力の素振りを見せない、忍耐の欠片もない、人生の鍵を自分には何にも持っていない、その背下から見上げるようなあの態度。家事の時は足手まとい、離婚の時は悩みの種、いつも一家の問題児。そんなお荷物みたいな、そんな宅急便みたいな、そんな子供たちが嫌いだ。私は思うのです、この世の中から子供が一人もいなくなってくれたらと、大人だけの世の中でならどんなに良いことでしょう。私は子供に生まれないでよかったと胸をなで下ろしています。私は子供が嫌いだ。私は子供が嫌いだ。子供が世の中のために何かしてくれたことないでしょうか。いいえ、子供は常に私たち子供の足を引っ張るだけです。見合ってる足を臭い。ハンバーグ、エビフライ、カニシューマイ、ほら赤いウインナー、カレーライス、スパゲッティナポリタン、好きなものしか食べたらない、嫌いなものにやったんですよ。投げますねと思ってる子がつらい。なんでこんなこと思ってないな。すくすくと背ばかり高くなり、定食もなくブラブラしやがって、逃げ足が速く、いつもそういうものにつく、あの世間って。